心から下半身の話主にしていますけど、上半身も含めて慢性痛は治るようになったのでご安心ください。で、干渉法という方法は他皆様が体験した方法と違ってエビデンスっていうのは科学的証明、科学的証明というのは今日本ですけども、この方法を使うと日本の裏側のブラジルとかカナダで同じことをしても同じ結果が得られるっていうふうに証明が取れている、このシステムで。例えば花粉症の例にしますね。花粉症の方に集まっていただいて体の成分データを調べると、血液検査、尿検査を調べるとアレルギーのある方だってことが分かります。でしかも斜めとかに目の張りがあるわけですね。そしてこの干渉法という予防をした後に成分データが正常な状態になっていて、しかも鼻水とか目の痒みがないっていう状態まで分かった、これがエビデンスという。で、今までの治療の方法、私もいろんな治療の方法をしてましたけども、たまたまやって良くなったっていうアンケート調査、アンケート調査っていうのは、実験という言い方もありますね。